は西茂テーブルをご利用いただきありがとうございます。このケーブルは茂さん抜き行きです。列車はまだ来てないですね。1時50分くらい、まあ次に来るのがこっちですね。まあ38分、14時1分か、まあ6分くらいしかあるのか。一回チラッと、チラッと見ますか。これ面白いのありますね。ケーブルカーの、車輪の仕組み、こういうあれですね。メド車輪と左車輪があって、あ、これで、なるほどな。あ、これ分かりやすいですね。そう、どうやってね、行き違いとかしとるかっていうと、こういうあれなんですね。なるほどな、独特ですね。あれは何かを随度で読むんやろ。国買おうかな。まあ、せっかくで出入り自由の切符ですから、せっかくのやつ買ってください。よいしょ、よし。 でここが、杉さんですね。さあ、問題はここからね、もう一回、京都奈良天竜行かないといけませんからね。八木で来た電車によって平畑止まるタイプやったら天竜の方行きますし、京都まで行けるんでしたらね、そのまま京都に行っちゃいましょう。よし、最大時行きだったら、奈良でね、奈良に行ってもいいですし、まあ、それでは邪魔な時間を、順番は気にせず、行けるとこ行きましょうか。好きで、結構でも、普通に住宅も多いですし、あれなんですね。あ、そうや、飲み物買っとこ。あ、100円チェーブがあるじゃないですか。あ、メッツもある。よし。まあ、ここって八尾市だったんですね。杉山口は。で、杉山口か。まるで私ね、自販機で買ってね、今更ながらすっげえどうでもいいことに気がつきましたよ。いつもね、私、自販機買うときに先に商品取ってからお釣り取ってたんですよ。商品の方が先に出てくるじゃないですか。で、お釣り出てくるのが後やからって言って、そうやってたんですけど、あれですね、先にお釣りを取っといてから、商品取ったらめっちゃ楽なんですね。本当どうでもいいことですけど、今更気がつきましたね。そうすると財布出してるじゃないですか。おい、財布しまって、それから商品取ったら、財布しまうときに出し入れしにくいなとか、ああいうことないんですね。どうでもいいことですけど、ね、35年生きてきて初めて気づきました。あんなんだけれど動画にしようとしてますからね。でもこんな感じですね。さあ、もう一度電車が来るみたいですから、もう一回入って、もう、使い倒してますけどね。よいしょ。交換の方も使ってないんですね。すごい。ここに商店があるんですね。あ、店舗もいっぱいですね。ここからね、高谷さんの J から Z なんですね。面白いですね。それでは、服部川という駅だったんですね。線形面白いですね。S 字にこうくるっとカーブしてるんで、ここでちょっと車両を取るのにいいんじゃないですか。カーブキーがあるんで、もしかしたら向こう側にあったところが、取りやすいかもしれませんけど。高架降車線みたいな感じですもんね。
かな。ちょっと時間あるか。あれなんですね、私今更全然気づいてなかったんですけど、ここってこの河内山本とか杉山口の視線はよく見たらワンマン運転ではないんですね、ツーマン運転なんですね、二条編成ですけど、これはそれで面白い。扉が閉まります、ご注意ください。